駅周辺の住民の足立区の住民の皆さん、こんにちは。お騒がせしております。こんにちは。私どもはですね、公明党創価学会のですね、自ら発した悪しき言葉、この言葉がただ単にプリントされたですねチラシを配布していた、そういった方が襲われた事件を皆さんにお伝えしたくこちら参りました。どういう事件かと言いますと、創価学会のトップである池田大作、あるいは創価学会の会長であったり、あるいは公明党の委員長の発言ですね、 かつて過去に自らが発言した内容をそのままプリントしただけのチラシを配布していた男性が、なんとなんと傘で目をつかれて失明になりかけていると。今もですね、怪我をされておりまして回復しておりません。視力の方はおぼろげながら光が見える程度、未だに失明の危機にあります。しかもこのですね、傘で突き刺したというのはとんでもない刺し方をしておりまして、傘の柄の部分を持って突き刺したんじゃなくて、傘の骨の部分ですね、骨の部分、骨格の部分の、上からですね 40、50 センチの部分を持って、アイスピックでアイスを突き刺すように被害者の男性の目を傘で突き刺してきた。これはですね、通常考えれば殺意がなければできない行為であります。ほら、いいですか、剣道の突きとは違いますよ。アイスピックで突き刺すように傘を使って攻撃してきた。創価学会公明党を批判するビラを撒くと、こういう被害に遭う人が実際に出ちゃうんですね。どういうことですか。これは真犯人を逮捕すべき非常に由々しき問題だと私は思います。どうだ。正当なビラを正当に撒いている人が暴漢に襲われる。しかもですね、このビラというのはいわゆる営業ビラだとかね、そういったものじゃないんですよ。批判の対象は公明党と創価学会ですから、それに当然のことながら攻撃を仕掛けてくるのは、一般的に考えれば創価学会公明党関係者だと思うのが当然じゃないですか。皆さん、そうですよね。まだ真犯人分かりませんよ、どなたがやったのかはね。でも真犯人と推定される人間はおのずと絞られてくるはずなんですよ。絞られてきますよ。創価学会公明党を批判するビラを撒くと目を傘で突き刺される。あるいはですね、創価学会公明党を批判するビラを撒くとゾロ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 とストーカー行為を前日のように受ける。これは現実に起きてることなんです。皆さん、そうですよ、そうですよ。営業ビラだとかね、何か普通のビラ撒いててこんなことを経験することはありえません。ありません。私も一度たりともありませんが、なぜか創価学会公明党の批判ビラを撒くとですよ、しかも違法性は全くないビラを撒いているにもかかわらず、男がわらわら4人も5人も湧いてきて、理由もないのに110番、警察もですね、税金が無駄になっちゃうからそういうのにはお付き合いしなくてもいいんだけども、実際は仕事だから来ざるを得ない。納税者は怒ってるよ。そう、これね、納税者に対する妨害者によるですね、冒涜行為なんですよ。これは何ら違法性がないビラ巻き行為すら110番して妨害しようとする、こういう行為も創価学会公明党の批判ビラを巻くと発生する。皆さん、おかしいと思いませんか。なぜ創価学会公明党の批判ビラを巻くと110番が来るんでしょうか。なぜ見知らぬ意味不明な男たちがゾロ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 湧いてきて、こんなの巻くのやめてくださいなんて言うんでしょうかね。創価学会公明党と関係ないんだったら別にしゃしゃり出てくる必要ないでしょう。我々はこういった反社会的行為は許しません。許しません。この反社会的行為を仮に組織的に創価学会公明党がやらせているのであれば、宗教法人法81条に基づいて解散させるべきであります。そして皆さん、
このビラの配布、内容としては太田昭宏公明党代表のガソリン代の不正請求が話題になってます。こういったガソリン代不正請求、つまり税金の不正請求をしている人を当選させるのが果たして皆さんにとっていいことなのか、もう一度考えてもらいたい。考えてください。8月30日の選挙にはぜひ行って正しい投票行動をいたしましょう。ガソリン代を不正請求するような人に投票してはいけません。皆さんよろしくお願いいたします。で、私ら以上です。どなたかまだいらっしゃいますか。あれ学会じゃないの、あれ。そうか、学会。そうか、なんだよ、こっち来いよ。いつもビデオ撮ってろ。さあ、そうしましょう。補足して、補足。創価学会来たよ。はい、創価学会よ、東京都から佐々木です。はもう逃げて。